コリント市の列中ゼウス神殿、またはオリンピアゼウス神殿は、ギリシャ、アテネのアクロポリスの東側にある神殿で、オリュンポース十二神の中の最高神であるゼウスに捧げられた神殿である。紀元前6世紀、先種制のアテナイの時代に建設が始まったが、古代の世界で最大級であった神殿を完成させることはできなかった。神殿の完成は2世紀に、 ローマ皇帝ハドリアヌスにより成し遂げられた。ローマ帝国期を通じて建てられた神殿の中で、この神殿は最大のものであった。オリンピアゼウス神殿、またはオリンピアのゼウス神殿の名前は、ハドリアヌスが作らせた金と造ト下のゼウス像がオリンピアのゼウス神殿にあったもののコピーであったことに由来する。日本語でオリンピアゼウス神殿と表記されることもある。 紀元前550年頃、アテナイの選手ペーシストラトスがゼウスに捧げられた初期の祠があった。この地に神殿の建設を始めた。しかし、建設途中の神殿は一旦撤去され、ペーシストラトスの息子で後を継いで選手となったヒッピアスラにより、紀元前520年頃より建設が再開された。この時の計画では、41メートル108メートルの基礎の上に、 短編8本、長編21本の円柱を建てた神殿になる予定であった。しかし、紀元前510年にヒッピアスが追放されたため建設はまたもや中断することになった。建物の基礎部分と、ごくわずか完成していた円柱を残したまま336年もの間放置された後、セレウコス町のアンティオコス4世エピファネスが、 紀元前174年に建設を再開した。この時に建物のデザインもドーリア式からコリント式に変更され、円柱も短編に3列8本と長編に2列20本の合計104本を建てる計画に変わった。円柱の高さは17メートル、直径は2メートルとされた。建設が半ばまで進んだ紀元前164年。 アンティオコス4世が死去したため建設は中断された。共和制ローマの支配下となったアテナイで、ルキウス・コルネリウススッダは放置されていたゼウス神殿の円柱をローマに持ち帰り、カピトリーノの丘に建てられるユピテル神殿に使用してしまったため、ゼウス神殿は大きく破壊されることとなった。初代ローマ皇帝、アウグストゥスの統治時代にゼウス神殿の建設は再開されるが、完成は 紀元後2世紀の第14代ローマ皇帝、ハドリアヌスの統治時代をまとねばならなかった。神殿の建設開始から638年も経過したことになる。124年から125年にかけて、巡査旅行でアテナイを訪問した皇帝、ハドリアヌスは、各種公共建築物の建設事業の中に、ゼウス神殿の観光も盛り込んだ。この時、 ゼウス神殿の当初の建築計画は、わずかな修正を除いて維持され、神殿周囲に大理石で舗装された床が追加された。132年に完成した神殿は、皇帝ハドリアノスに捧げられる神殿とされた。神殿には、ハドリアノスの像が置かれるとともに、本殿には、ゼウス像が祀られていたと言われている。二十五年、東ローマ帝国皇帝テオドシウス二世は、 キリスト教以外のローマ神やギリシア神を祀ったゼウス神殿を否定し、5世紀から6世紀にかけて神殿は破壊され石材は周辺のキリスト教の聖堂の建築に再利用された。ありがとうございます。